どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2020年43号、ワンピース最新話991話、死なせてくれを簡単に考察していきます。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は、大いにネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか？行きましょう。今回の991話は、とにかく驚きました。この991話は個人的に神回です。恐るべき尾田先生です。え、いや面白かったけどそんなにと思われるかもしれませんが、僕的にはとんでもない回だったのです。その理由は後から解説しましょう。まず前回990話ではドレイクがローを花の都で逃したことがクイーンたちにバレて、ルフィに共闘を求めました。ここでドレイクとコビーの回想シーンです。ルフィが持っている人を引きつける魅力についてコビーがドレイクに語っています。ルフィはドレイクとの共闘の提案を聞き入れるようです。これが991話の話数の語呂合わせ。1つ目、聞き入れる、聞き入れるでしょう。こちらは2週間前に予想した語呂合わせ通りでした。しかしルフィは OK でも、ゾロ、フランキー、ジンベイは猛反対、聞き入れないようです。そしてウルティとページワンとマッチングするのはナミとウソップです。ちなみにウルティを見たサンジがいつものように急な恋をしています。こちらはコメント欄ナオトさんの予想通りでした。さすがです。さらにここでナンバーズを仕切っているアプーがハッチャと共に再び登場しました。ハッチャはフランキー将軍をおもちゃだと思い興味津々です。これはやはりパンクハザードでシーザーが行っていた子供の巨大化実験の成功例がハッチャなのでしょうか。パンクハザードにいた子供たちもフランキー将軍を見てワクワクしていました。フランキーはハッチャと戦うようです。そしてアプーがドレイクに向かって弱小海賊団の仲間に入るのかと挑発します。これに切れたゾロとドレイクが共闘してアプーを倒します。一方屋上では通論化した犬嵐と猫マムシがジャックを倒しています。そんな犬と猫を金右衛門がねぎらっています。これが991話の話数の語呂合わせ。2つ目、極地でしょうか。ジャックの他にミンク族、百獣海賊団、そのほとんどが倒れています。ここでついにラスボスカイドウが戦闘モードに入ります。ここからが僕が驚いた尾田先生のとんでもない仕掛けです。竜であるカイドウはこの攻撃から逃れられるのかとボロブレスを吐きます。これが991話の話数の語呂合わせ。3つ目、唇です。9は中国語で中なので地、1は一つからの美です。カイドウの口から放たれる火、ボロブレスを受けるのはキツネビの金右衛門です。金右衛門はカイドウを道連れに死ぬ覚悟があるとボロブレスを真っ二つに切りました。金右衛門のキツネビ流は炎を切り裂くことができるとパンクハザードで語られていました。これぞまさに慣用句、唇を切るなわけです。唇を切るとは物事を他よりも先駆けてきっかけを作るという意味です。その唇とは火縄銃につける火のことで、唇を切るとはその火を点火するというのが由来です。この誰もが知る慣用句、唇を切るを漫画で表現し、さらに話数の語呂合わせ唇に合わせてきた尾田先生はまさに天才だと思うわけですが、これだけではないのです。さらにこの唇にはもう一つの唇がかかっています。それは唇です。金右衛門の異名はキツネビの金右衛門ですが、このキツネビとは木の下で怪しく燃える火のことで、正岡子規の俳句では冬の暗い夜として歌われることから、夜に雪が降っている鬼ヶ島屋上の風景とキツネビはマッチしています。そしてキツネビの正体とは、実は朽ちた木の下に生える菌類が発光したもので、英語ではフォックスファイヤーと呼ばれています。この場合のフォックスはキツネではなく朽ちるという意味ですが、元禄時代の人々がどうやらこのフォックスファイヤーを直訳してキツネビと称したことからこの名前になったという説があるのです。ということはキツネビイコール朽ちた木の火なので、991話の語呂合わせが朽ち火で成立します。つまりキツネビの金右衛門とは朽ち火の金右衛門、菌類もかかっている。ちなみにエモンとはエモン、つまりは衣服であり、金右衛門の能力ふくふくの水戸もかかっています。話数の語呂合わせとタイトルを合わせると唇、死なせてくれとなります。息ですね、しびれます。991話の語呂合わせ唇、カイドウのボロブレスという唇、その唇を切るという慣用句の実現、キツネエビの俳句の季語冬の暗い夜、そしてキツネエビの由来唇、朽ちる木と死の覚悟、死なせてくれ、金右衛門と金右衛門、7つの意味が991話でカイドウのボロブレスを切った金右衛門の一コマにかかっている。本当に驚きました。この他にも金右衛門には半次衛の伏線というものがありました。こちらです。
ハンジエは蛇の絵、ハブ港に集結することを伝えるものでしたが、敵側にバレることを心配した安家がハブの絵の腹に2本の線を引いて訂正しました。この2本線は実は文字抜きを意味しており、ハブ港から間のブミナを抜いた鳩、つまりハブ港にある鳩に集結することが正解の意味だったようです。要するに金右衛門は追加された2本の線を文字抜きとは分からず、蛇に足が生えているように見えるので、トカゲ、つまりはトカゲ港に変更になったと勘違いしてたわけです。蛇の絵に追加された2本の線を足だと思ってしまった金右衛門はまさに打足です。6巻656話で金右衛門が初登場した際は、パンクハザードの人造ドラゴン13号の体に足がくっついていた状態でした。これはトラファルガーローにやられて分離してしまった姿ですが、これが975話で展開されたハンジエの打足の伏線です。蛇ではなく竜ですが、竜に足が2本ついています。そして67巻663話では、金右衛門の胴だけではなく頭と下半身がくっついて、金右衛門は胴抜きという状態になっていますが、これも975話で判明したハンジエの文字抜きを表しているのでしょう。こちらではハンジエを通して打足という慣用句も実現しています。すごいですね。つまり金右衛門が初登場したパンクハザードの時点で、唇を切るとハンジエの打足、この2つを小田先生は仕掛けていたと。そして小田先生が最もすごいところは、こんな僕がやっている狂った考察とかうんちくとか野暮なことを知らなくても、ただ何も考えず読んでも面白いというところです。小田先生はもはや天才。いやー、もっと上だ。というわけで以上です。今週は2週間前に予想した語呂合わせ、引き入れると極致などが的中できたでしょうか。最後にいつものように次号992話の話数の語呂合わせ予想もしておきましょう。992話話数の語呂合わせ予想、一つ目は客人。客人というのはどうでしょうか。僕は鬼ヶ島の戦いには誰かが途中で現れると過去に考えています。それは死んだように見えて死んでいなかった光月時が雨の幅切りを持って現れる、もしくは999話が9が3つで九山となることから青木地の登場、さらにスリラーバーグ編と鬼ヶ島編のリンクから、スリラーバーグで現れたバーソロミュー熊のように海軍の完成版パシフィスタがやってくるなどなど、節操もなく3パターンを考えてきました。どれかは当たってほしい。その中で992話は客人の他に、992話話数の語呂合わせ予想2つ目、クグツ。クグツが成立します。クグツとは傀儡とも読む、いわば操り人形のことです。海軍の完成版パシフィスタがもしも来るとしたら、この客人とクグツが成立する992話の可能性が高いと考えます。ただ戦闘丸と一緒に来ると思われるので、1010は戦闘で来る可能性もありますが、そしてクグツ、つまり操り人形というイメージは、ホーキンスの藁人形や死んだように見えて死んでいなかった勘十郎の登場なども十分に考えられるため、なかなか難しいですね。992話話数の語呂合わせ予想3つ目は記憶不足。記憶不足というのはどうでしょうか。記憶不足、つまりビッグマムの記憶障害が再発してルフィたちに有利になる可能性があるのではないでしょうか。さすがにビッグマムがいたらルフィたちの勝ち目は薄いと考えます。客人であるペロスペロと合流してビッグマムと交わるかもしれません。この他にも窮屈や危機などが考えられます。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。